シャイニーアイドルは悪い心を魔法で浄化するの。すっごくかっこいいんだよ。わかります、わかりますよ。魔法少女、誰でも一度は憧れると思います。うん、私シャイドル大好き。私も実家にいた頃はよくばあちゃんと見てたよ。懐かしいべさ。あ、プロデューサーさん、お疲れ様です。はい、いくちゃんたちと。美咲さんから控室にいるって聞いたので、そろそろ迎えに行こうと思って。プロデューサーさん、いくちゃんがどうかしたんですか？大事な話。わあ、もしかして。プロデューサーさん、私にお手伝いできることがあれば何でもやります。手伝わせてください。はい。シャイドル、ひなたちゃんも絶対に見た方がいいよ。すっごく面白いから。そうかい。いくちゃんがそう言うなら、私も今度見てみるね。都会のテレビはチャンネルが多くて、私迷ってしまうんだべさ。あ、プロデューサーさん、今いくちゃんから魔法少女アニメのレクチャーを受けていたんです。シャイドル、なかなか奥が深いですね。イクちゃんがリスペクトしてる作品ですし、間違いなさそうです。へえ、魔法少女のアニメか。私も小さい頃よく見てたっけ。ねえプロデューサーさん、私アニメのお仕事もしてみたい。私にやってほしいお仕事？なになに？プロデューサーさん、それってもしかして、まさか！センター？私が？センターって公演の主役のか？いくちゃん、すごいね。なんだか嬉しくなってきたべさ。あたしも応援するよ。いくちゃん、いつも一生懸命頑張ってるもんね。本当におめでとう。プロデューサーさん、はあ、私いつでもセンターできるように頑張ってきたよ。だから私やる、センターやりたい。プロデューサーさん、よろしくお願いします。カドです。ついにイクちゃんのセンター、記録写真をお任せください。私、本番までにもっと頑張るね。プロデューサーさん、次の公演絶対成功させてみせるからね。
この度は主役公演おめでとうございます。私も全力でお手伝いさせていただきます。一緒に立派な大和なでしこを目指しましょうね。エミリーさん、ありがとう。うん、よろしくね。イクちゃんの記念すべき初センター公演、アリさん、すべての記録を収めるつもりで頑張ります。私も一緒に出させてもらうことになったよ。イクちゃん、楽しみだね。アリサさんもひなたちゃんもみんなですごいライブにしようね。何ですか、プロデューサーさん。もしかしてお腹が空いちゃったんですか。プロデューサーさん、美奈子さん、二人で内緒話しないで。プロデューサーさん、公演の主役は私だよ。だからここは私に任せて。え、でもイクちゃんセンターなのに大丈夫？平気だよ。やることいっぱいでも、私レッスンの段取りノートに書いてきたんだから、それを見ながらやればいいんだよね。だからまとめ役も私にやらせて。いいよね。大丈夫、ちゃんとできるよ。見ててね、プロデューサーさん。それじゃあみんなレッスンを始めるよ。まずは柔軟体操からだよ。二人一組になって、イクちゃんはひなたちゃんとペアで、アリサちゃんはエミリーちゃんと組んでもらって。あれ、一人余っちゃいましたね。プロデューサーさん、お願いしていいですか。プロデューサーさん、ありがとう。みんな、私たちもしっかりやろうね。はい。それじゃあ次はダンスの練習だよ。最初はサンキューのフォーメーションからね。ムフフ、待ってました。アリサ、このメンバーでのサンキューを極めたいと思います。ワン、ツー、スリー、フォー。あれ、ひなたちゃん、そっちじゃないよ。あいや、間違ってしまったべさ。ワン、ツー、スリー、フォー。あれれ、いつも歌や舞を披露している曲でも立ち位置が変わるとやっぱり大変ですね。うん、難しいね。私もっと頑張らねばだわ。違うよ、ひなたちゃん。今のは私がちゃんとこっちだって言わなかったからだよ。任せてって言ったのに、ごめんね。イクちゃんもひなたちゃんも何も悪くないよ。みんなで協力して練習すれば大丈夫。そうですよね。アリサももう一度最初からやってみます。プロデューサーさん、分かった。
子供扱いしないで。みんなを？さっきのところターンしてからどうすればいいんだったっけな。実はアリサ、途中からちょっとパニックで適当にごまかしちゃった部分がありまして。アリサさんは私の後に、その後に日向さんが続けば大丈夫ですよ。じゃあ最初だけみんなで声を掛け合ってみようか。そうしたらぶつからないと思うし。なるほどなるほど。日向ちゃん、今のでわかりましたか？うん、今ので大丈夫だべさ。エミリーちゃん、ありがとうね。いいえ、お役に立ててよかったです。すみません、アリサもう一回聞きたいです。アリサさんがダンスを覚えてない？でも大人は何でも一人でできるんじゃないの？プロデューサーさんだって一人でしょ？プロデューサーさんみたいな大人の人も他の人に手伝ってもらってるんだ。そうなんだ。プロデューサーさんとのお話は終わったの？あの美奈子さん、やっぱりレッスンの進行係お願いしてもいい？いくちゃん、私一人で頑張ろうとしたけどやっぱりちょっと難しいみたい。でも絶対にいい公演にしたいの。だからみんなもお願いします。うん、もちろんだよ。進行係は私に任せて。いくちゃん、謝らなくていいんだよ。私たち最初からそのつもりだべさ。困っているアイドルちゃんがいたら全力で助ける、これは世の中の断り、当然のことですからね。イクさん、皆さんと一緒に最高の舞台にしましょうね。みんなありがとう。私が思いっきり手を振ったら
客さんたちいっぱい手を振り返してくれたよ。会場中がキラキラしてたんだけども、それに負けないくらいいくちゃんがキラキラして見えたべさ。うんうん、スポットライトが当たった時なんてまるでシャイニーアイドルみたいだったよ。本当？私シャイドルみたいになれてた？むしろシャイドルちゃん以上です。アリサはアイドルちゃんの無限の可能性を感じました。イクさんがごひいき様方に素敵な魔法をかけられたのもきっと練習の成果だと思いますよ。みんなありがとう。私がキラキラできたのはみんなのおかげだよ。はい、プロデューサーさん、公演も無事終わったことですし、今日はこれから打ち上げに。できないみたいだね。いくちゃん大丈夫？眠いのかな？大丈夫だよ、みのこさん。打ち上げはまた今度ですね。初センター後のイクちゃんのオフショットが取れないとは無念。アリサさん、そんなに落ち込まなくても、カホーは寝て待てと言いますから。打ち上げよかったらうちにしませんか？とびっきりのごちそう用意しておきますよ。みなこさんのお店かい？なら私も何か持っていくよ。プロデューサーさん、ありがとう。私行くね。バイバーイ。